今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は11月生まれのお友達のお誕生日会がありました。毎月ケーキがちょっとずつ違くて、それも子どもたちの楽しみの一つになっているようで、明日、昨日のうちから明日は誕生日会だよっていうお話をして、明日はケーキ何かなっていう話で昨日から盛り上がっていました。で、予想は栗だったんですね。今日は栗かななんてお話をしていたら、今日はなんとリンゴが乗っているケーキで、子供たちも意外だったようで、今日はリンゴだったよって言うと、リンゴかーなんて言ってるお友達もいて、ケーキも美味しくいただきました。と、今日11月は岸組さんのお友達では該当時はいなかったんですけれども、みんなでホールの方に行って他の学年のお友達のお誕生日をお祝いすることができて、とても嬉しい気持ちになりました。またお誕生日会が終わった後は、昨日から始まった共同制作の続きをやりました。とみんなで大きな段ボールに色を筆を使って色を染めていって、もう土台の部分は終わったので、これを今度は組み立てる作業がまた後日始まるので、とても楽しみです。何ができるかは作品展の時のお楽しみということで、お家の方にも楽しみにしていただけたらいいなと思います。また明日からも子どもたちと楽しく過ごしていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。